あれを見な。水の大聖堂、かつて山を祀る神事が行われていた。あそこにフィンブルベトルの中腹へ行くための天空橋を架ける装置がある。その橋を架ければ距離は格段に縮まる。詳しいのね。あの山に地獄への入り口があるって聞いたけど、坊や何か知ってる？地獄への入り口？あんたよっぽど悪いことしたんだな。あんたが天国と地獄どちらへ行けるか、あの山へ行けばわかるさ。来る者を拒む山だ。生きて帰れる奴はいねえ。坊やはどっちに行くのかしらね。俺は怖いの？坊や無理しなくてもいいのよ。うるせえ。俺はあの山に。坊や寄るな。その子、私の道案内人なの。連れて行かれると困るわ。悪いけど、私が行きたいのは天国じゃないの。
都合はどうでもいいわ。さようなら。いけない、坊やを忘れるところだったわ。
ベヨネットの胸ばっかりチラチラ見てた。スケベなおっさん。なんだと。なぜそれを。くそ、ひどい目にあったぜ。山、フィンブルベトルはどっちだ。急がねえと。おい、坊主。まあいい、俺もグズグズしてられねえ。華麗に着地とはいかなかったみたいね、チェシャ。
やばいぜ。早くフィンブルベトルに行かなけりゃ。行かなけりゃどうなるってんだ。俺は一体なぜあの山へ。頭が悪そうだ。でも俺はどうしてもあの山に。危ねえ。誰だ。おい、人に話があるなら顔くらい見せたらどうなんだ。なに、多少顔の作りが悪くても気にするなよ。俺よりイケてる男なんてそうはいないぜ。あの女はどこだ。あの女、なんだよ、やっぱりあいつのお客さんかよ。残念だが途中ではぐれちまったから、どこへ行ったかは知らねえ。まあ知っていても女を売るような真似はしないけどな。まあいい。
そいつは天使の歌声、全くお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな、人間界でなまった体にはちょうどいい運動になるんだ。それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぜ。この先何千年も閉じ込められるなんて聞いたら、連中が抵抗するのも無理はねえか。まあこいつはこれでも愚痴を言うこともできねえがな。おい、まさかお前天使の歌声をもう一枚持ってるのか。こいつは一仕事じゃ済まねえな。体が温まってるうちに片付けてくるぜ。そこで待ってな。パーフェクトだ。珍しく今回は聞き分けのいいやつだったぜ。よほどこっちの世界で暴れたいようだな。こいつを任せたぜ、ビオネッタ。
前？子供をいじめるなんて大人のすることじゃないわね。子供じゃねえ。あら、いい男ね。坊やのお友達なの？記憶にねえな。どうやら狙いはあんたみたいだな。おかげでとんだとばっちりだぜ。お互い様でしょ。あんた、まさかルーメンの？
うちょっと頑張ってもいいんだぜ。